さあ、ワクチンの接種に来ましたよ。大手町の大規模接種センターなんですけどね、地下鉄の大手町駅降りたらいきなり大規模接種センターこちらですって矢印があって、その通りに通ってきて外に出たらちゃんと案内の人がいてですね、もうスムーズにここまでやってきました。そしてここへ来たらなんとね、あ、今これちょっと違いますけど、接種センターがこっちですって出てんですよね。でもそこ左側に入ったところ、そこがもう大規模接種センターの受付です。はい、でそこに今から行ってきます。これがですね、こう接種券と同時にあらかじめ予診票ですよね、体調がいいかどうかっていろいろこう尋ねてるんですね。ワクチン接種は初めてですかとか、なんか病気はありませんかとか、最近熱が出ていませんかとか、一つ一つにみんなこう何もないのでいいえいいえいいえと言って最後にサインをしてと、これを今から持って行って接種をします。で接種しやすいようにですね、ここを外、こうやってこれを取ればですね、もうここが一挙にこうやって筋肉注射ができるようにその準備をしてやってきました。はい、これ見てください、大規模接種センターこの先左側、これならみんな道に迷わないで行けるというわけですね。実にやっぱり高齢者を対象だから至れり尽くせりですよ。本当に道に迷わないようにという準備ができてます。じゃあ行ってきます。はい、無事に終わりました。非常にスムーズに終わりましたね。まず入りますといきなりまず手を消毒するわけですよね。それから手荷物検査、危険なものを持ち込んでないかを見て、それから検温をして、で温度が何度というのが紙が出てきます。それを持って書類を行く、ずっと書類に記入漏れがないかどうかを調べ、その後ですね、それぞれの人色のが違うクリアファイルに入れるんですね。私は緑色のクリアファイルでしたけど、赤の人もいるし青の人もいる。今度はそのクリアファイルの色に従って進路が色分けされていまして、それでずっと進むんですね。緑の番でずっと行きますと言って、でその後看護師さんの問診があって、さらにその後お医者さんの問診があるんですね。でその度ごとに本人確認で名前を言ってくださいっていうのがあって、男性のお医者さんのところで名前を言ったらですね、池上さんですかと言って、お医者さんがえらい動揺してですね、妻がファンですとかなんかいう話になってしまってですね、向こうがしどろもどろになっちゃって手続きはちょっと進まなかったんですけど、まあそれで問診が終わって、それからいよいよ実際の注射、これは看護師さんがやってくださいました。で筋肉注射ですよ、左手、力抜いてくださいなんて言ってやって、あっという間に終わりましたね。もちろん針を刺す時にねちょっとチクッとはするんですけど、でその後おワクチンがどんどん入ってるって感じが分かりまして、でそれでおしまい。でその後今度は次回の予約ですね、これも次回の予約も無事に取れまして、でその後、異常がないかどうかしばらくそこで待機してくださいと言われて15分間待機しまして、で何ともないですねというのでこうやって出てきたというわけですね。はい、とりあえずは非常にスムーズに、終わりました。チャンネル登録よろしくお願いします。ポチッとね。いろいろなものがまだ上がってますから、そちらも見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。